孫権たちは知恵を持って孫権軍を撃破した。息子の覚悟を見た孫権は仲間になることを快諾。反乱軍の陣容はさらに厚みを増す。ここに至り危機感を募らせた織田軍はついに本隊を動かす。大将は信長の側近明智光秀である。織田軍は反乱軍の主力が集まる地へ殺到した。彼らの目的はただ一つ、神秘の腕輪。異界の激戦は佳境を迎えつつあった。敵には芝氏殿、芝生殿がいるとか。あれ、もしかして親子で戦うんですか。ほう、面白い。奴らもいつの間にかこの世界に来ていたか。どこまで成長したか私が確かめてやろう。旦那様、あまりはしゃぎすぎませんよ。でもそうね、あの子たちがどこまでやれるかとても楽しみだわ。わらわもまた父上と戦うことになるのかの。じゃが引くわけにはいかぬ。家族関係にもいろいろあるのだな。明るく挑む者もいれば覚悟を決めて戦う者もいる。家族といっても形はそれぞれですから。ペルセウス殿にはご家族はいらっしゃるのですか。父ゼウスとはほとんど会ったことがない。家族と呼べるのは母ぐらいだ。異母兄弟というならゼウスの子である神々、アテナやアレスといった者らもいるが、家族と感じたことはないな。だから君たちを見ていると時々眩しいよ。家族とはこんなに温かいものなのかな。ペルセウスさん、すまない、感傷に浸ってしまったな。織田軍から何としても君を守り抜こう。織田軍の狙いは直虎殿の腕輪。なんとしても直虎殿を守り抜かねば。その腕輪は貴様たちに扱えるものではない。おとなしく渡してもらおう。これからも頼みにさせてくれ。さあ腕輪をよこす。我らにはあの力が必要だ。渡すわけにはいかぬ。そうか、ならば翔、元気、腕輪の持ち主を狙え。平八、これにあり。大王が槍にかける。来たれ、スリル。はいはい、ここでも俺は兄上にコキに変われるのか。師匠殿、言葉を慎んで。
こんな状況でも相変わらずね。敵も意外とやるな。一度引き万全の状態に戻すとしよう。将、この異界でも相変わらずのようだな。少年を叩き直してやろう。父上、元気、ここは任せた。俺は腕輪を取ってくる。ちょっと師匠だな。逃げ足が速い。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。相手も兄弟のようだ。気が抜けぬな。へえ、兄弟で一緒に戦っているんだ。私たち兄弟の連携もみんなに見せてあげたいな。敵ながらいい連携だ。肝心の私にはわからない。兄弟とはそういうものか。これにあり。そろそろいいよね。こっそり休憩っと。ここに腕輪を持つ人がいるんだよね。僕も戦ってみたいな。さあ、早く腕輪の力を使いなよ。僕を止めないとみんな壊れちゃうよ。あれは誰だ。あまりにも強すぎる。私のせいで味方がひどい目に。怖いですけど、腕輪の力で追い払わなきゃ。ナオトラ殿、お待ちを。あれはあなたをおびき寄せる罠です。やっぱりそうですよね。でも皆さんにこれ以上迷惑はかけられません。リハチ、これにあり。よくできたわね。私も誇らしいわ。ナオトラ殿、私も行きます。少しでも手伝いたいんです。ナオトラ殿を一人にはさせません。我が槍にて敵の罠ごと貫いてみせん。仲間のためなら強敵にも挑む。ただの無謀か、それとも。すまない、骨はなかった。ここを通るつもりか。させぬ。なんだ、俺は引かせてもらうぞ。雪村、感服いたします。こんな見事に負けてしまうとはな。僕はナタ。腕輪を持つ人って君？はい、私がお相手します。だから他の人に手を出さないでください。まあいいよ、行きます。僕が興味があるのはその力だから。ここは私に任せてください。皆さんは他の仲間の援護をお願いします。ナオトラ殿、承知した。あなたの思いに全力で応えましょう。やってくれるね。早く信長を追い詰めてよ。どういう意味ですか。奴らは疲弊している。今こそ腕輪を奪え。あら、懲りない子たち。今度は母自ら相手をしてあげようかしら。よくやった、褒めてやろう。大元気だね。バカ息子がまた迷惑をかけているようね。不満があるなら私にぶつけてみるのに。え、
ダメです。あなたは下がっていなさい。残念だけどここまでね。物分かりのいい子は好きよ。思い通りになってくれて嬉しいよ。この人間を記憶に留める。ああもう降参降参、見るなり焼くなり好きにしてくれ。ラン、遠兵として参上いたしました。着実に毎度行きます。シゲン、お前の底力、この私に見せてみろ。いいでしょ、父上。あなたに挑める機会など滅多にない。この辺りが潮時か。降伏するとしよう。皆降伏してしまいましたか。こうなったら私が出るしかありませんね。確実に参る。よくできたわね。私も誇らしいわ。皆さんの救術は天下無双ですね。それは許しません。みんな見事に負けちまうとはな。成長お見せいたしまする。あなたという人は。ですがこの状況ではやむを得ませんね。もはやこれまで。聞かせていただきます。感動しちゃいました。いろいろ任せちゃってすみません。着実に参ろう。バカ息子たちの世話をしてくれてありがとう。もうあなたは帰ってくれていいよ。家族で地獄を味わえるいい機会だった。半端に終わらせるなんてぬるい人たちね。戦なき地平を見るためあなたを斬る。死ぬは許しません。平八これにあり。策の練り直しだ。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。力及ばずですか。信長様申し訳ありません。織田軍はなんとか撃退できました。ですが直虎殿がいなければどうなっていたか。私が非力なばっかりに。もっと力をつけて皆さんのお役に立ちます。仲間を思い強大な敵にも恐れず立ち向かう。君たちは謙遜するがこれは皆の勝利だよ。織田軍はこの世界に迷い込んで困ってた俺たちを保護してくれたんです。私たちは恩を返すため光秀殿に協力していました。この戦いで織田軍への義理は果たせたでしょう。そのまさか父上と母上が敵にいるとは思わず。いいのよ、恩義があったのなら仕方ないわ。それにしてももう少し頑張ってくれると思ったけれど。まだ私には及ばぬようだな。もっと研鑽を積み父を超えてみせよ。はそういえばあの妙な少年は誰なんだ。あの力容姿人間とは思えないが。ごめんなさい、私たちもよくは知らないの。出発直前急に現れたから。信長様を追い詰めてと言っていた気がします。信長様の仲間なのにどうしてそんなことを。
軍は、ますます謎は深まるばかりですね。千葉資源、天下の頂点を目指すぞ。千葉市場ってんだ。ま、適当。戦の真実を見抜く、それが私の役目。教えてやろうか、他の腕輪のありかを。おお、ついに見つかったのですか。小太郎殿、ずっと探してくださってましたもんね。腕輪が必要ならついてくるがいい。宝に群がる敵もいるがな。どんなに厳しい戦いになろうとも、諦めるわけにはいかぬ。信長の真意を暴くためにも、ゼウスから世界を守るためにも、必ずや腕輪を確保しなければ。